アウトキャストはアメリカのヒップホップデュオである。メンバーはアンドレサンゼンとビッグボーイの二人。代表曲にミズ・ジャクソン、B.O.B., ヘイヤー、ローゼーズなどがある。P. ファンクをもとにファンクやソウル、エレクトロニカ、ロックなどの要素を合わせた独創的な音楽スタイルを確立している。アトランタ出身なのでダーティ・サウスの一つに数えられる。メンバーは アンドレ3000ンンとビッグボーイの二人で、彼らはジョージア州の高校で同級生だった。アルバムの総売り上げが2000万枚以上で最も成功したヒップホップグループのうちに数えられる。特にスピーカーバックスザラブビローは MC ハマーのプリーズハマードンとハートエニアノトーリアスビー・アイジーのライフアフターデスなどに並ぶ。 ダイヤモンドディスクを達成したヒップホップアルバムであるとともにグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞するなど各方面で高い評価を受けた。二人が出会ったショッピングモールレノックススクエア当時16歳の高校生だったアンドレとビッグボーイが出会い結成。その後、間もなくラップ制作を開始し少しずつミックステープの録音へも着手していった。 1994年4月26日、デビューアルバム、サザーンプラリスタ・カダラック・ミュージックをリリース。1996年8月27日、セカンドアルバム、エイティエリオンズをリリース。1998年9月29日、サードアルバム、アクエミニをリリース。2000年10月31日、ホースアルバム、スタンコーニアをリリース。 発売1週目に53万枚以上を売り上げ、ビルボード200にて初登場2位を記録した。メタクリティックでは、平均点が95点と非常に高いスコアをマークしており、2012年時点では、彼らの中では最も評価が高いアルバムとなっている。2002年1月、グラミー賞にオブ門ノミネートされ、そのうち、ベストラップアルバムオブ2001、ベストソングバイ。 エーラップデュオアグループを受賞している。その後、アルバム、スタンコニアの累計販売枚数が400万枚を突破し、4プラチナムに認定されたとの発表が、RIAA から出された。ウトカーストのライブ2003年9月23日、フィフスアルバム、スピーカーバックス、ザラブビローリリース。ビッグ、ボーイとアンドレがそれぞれアルバム1枚を担当し、2枚組の作品として、 発表された。ビッグボーイが作成を担当したスピーカーバックスサイドはヒップホップ色が強く、アンドレ3000ンンが作成したザラブビローサイドは R&B ソウル色が強いという異色の作品となっているが、メタクリティックでは平均点が91点と前作には及ばないものの、それでもなお非常に高いスコアをマークしている。アルバムは 発売一週目に50万枚以上を売り上げ、ビルボード200にて初登場2位を記録。アンドレイ3000が担当した、このアルバムからのシングル、ヘイヤーが最終的にビルボードホット100の1位まで上昇し、その後9週間もの間、首位の座をキープする大ヒットを記録した。当時は、この曲の反響が非常に大きく、アルバム自体のセールスも大幅に上昇。 結果的に全米で1100万枚を売り上げ、ダイヤモンドディスクに認定された。2012年時点では、彼らの中で最も売れたアルバムとなっている。ドイツのロックンハイムに出演するウトカースト2006年8月22日、シックスアルバム、アイドルホワイルドをリリース。発売1週目に20万枚近くを売り上げ、ビルボード200にて初登場2位を記録。 販売累計は100万枚を突破し、プラチナムディスクに認定された。このリリースの後、アウトキャストは活動を休止しそれぞれソロ活動を開始。アンドレ3000は本名のアンドレ・ベンジャミン名義で俳優活動を活発化させる。2014年4月11日、アウトキャストは再結成し、コーチエラにヘッドライナーとして出演した。その後、 世界各地の40以上のフェスティバルで公演を行う。新作の噂もあったが二人はその噂を否定し、10月31日のブールー・エクスペリエンスを最後に再び活動を休止した。ありがとうございます。